こんにちは、ブルーホースです。今日は一度読んだ本の内容を少しでもいいから多く記憶しておくための方法っていうのを紹介していこうと思います。題して、ウェイクフルレストっていうものなんですが、ウェイクっていうのは目覚めるとかってことですね。で、フルっていうのはまあ、マックス、マックスっていうのは、フルをマックスって言ったら、まあ、いっぱいいっぱいとかね、たくさんとかそういう意味ですよね。まあ、レストっていうのは休憩の意味。それぞれまあどういう意味か、それぞれというかウェイクフルレスト自体が一体どういう意味なのかっていうのは後ほどね紹介していこうと思います。で、読んだ本の内容を忘れないっていうことが今日の大テーマになるんですけど、まあね、本一冊しっかりと読もうと思ったら、まあ、大体1時間から2時間くらい、まあ、重い本だったら3、4時間とかね、もう数日にわたって読む人とかもいると思うんですよ。僕もやっぱり700、800ページくらいの本とか読むときは数日にね、またがって読んだもありますし、ヒルガードの心理学なんかやっぱり 1週間くらいかけて読んだりとかね、カンデル神経画学とかそういうのはまあ1週間くらいかけて読んだりとかするんですけど、それだけ時間かけて読んだ本でもやっぱり1週間も経てば忘れてしまうって結構もったいない話ですよね。それが記憶されてて仕事とか勉強とか日常生活とかに生かすことができればなおのこと良いんですけど、そもそも内容を忘れてしまうから、それを実践にするっていうのもね、しないままに終わっちゃうケースって結構多いと思うんですよね。だから本って自己投資のコスパすごくいいって言われたりするんですけど、その自己投資が果たしてね、リターンがどれだけあるのかっていうと、なかなか得る前に忘れちゃうっていう人も多いと思うんですよね。だから大体は本として10ページ分くらいの記憶でも残ればいいんじゃないかなっていうふうには思ったりするんですかね。まあ僕なんかは最近ワード1ページ分にまとめたりしてるんですけど、まあ、200ページ分くらいせっかく2、3時間かけて読んだ本っていうのが、まあ、ワード1枚にまとめるっていうのは、まあ、思考の整理に確かになるんですけど、なんかちょっと寂しいなっていうふうに思ったりもするわけなんですよね。というわけで、ちょっとでも内容を多く記憶できて、内容を多く記憶することができて、でかつですね、それをスラスラっとこう思い出しておくっていう、思い出して、まあ、言葉で喋ってみたりとか、書き出してみたりとか、勉強とか日常生活とか仕事でも活かせる方法っていうのが、ちょっと簡単なね、やり方っていうのがありましたので、今日はそれをね、紹介していきたいというふうに思います。それが、ウェイクフルレストっていうものなんですが、何もしないでぼーっとする時間を過ごすことっていうのがウェイクフルレストのことです。で、これは実験がありまして、高齢者の方々に集まってもらって小説を読んでもらうんですね。まあ、短い小説を読んでもらうと。で、それ上で2つのグループに分けるんですね。1つは読み終わった後にウェイクフルレストをしてもらうと。要は読み終わって本を閉じます。何もしないでぼーっと過ごすと。まあ、それをまあ15分くらい過ごしてもらうと。それからもう一つは終わった後にもうすぐさまゲームで遊んでもらうと。まあリラックスしましょうよ。ちょっと堅苦しい小説読んだんでリラックスしてゲームしましょうよ。みたいなそんな感じですね。で、結果どうなったかっていうと、結論はウェイクフルレストをしたグループの方が 10% 以上をそのゲームで遊んだグループと比べて小説の内容を覚えていたんですね。で、昔から記憶を定着させるためには睡眠をとるのがいいというふうには言われたりしてるんですけれども、まあ、たった10分とか15分の休息をとって新しい情報が全く入らないようにするだけでも OK っていうことなんですね。つまり何もしないでぼーっと過ごすと頭の中で今読んだ小説の本のストーリーとか登場人物とかどんな事件が起こってどんなことを解決したかとかどんな風に主人公とヒロインがくっついたのかなみたいな話が整理されていくわけなんですね。一方でゲームで遊ぶと、まあ、何のゲームするかなんですけど、まあ、別に恋愛シミュレーションだろうがスポーツゲームだろうがレーシングだろうがバイオハザードだろうが何でもいいんですけど、そうすると新しい情報が視覚的に入ってきてしまう、耳からも入ってきてしまうというような状況なので、まあ、それまでに読んでいた小説の内容を、まあ、パッと忘れてしまうわけなんですね。で、この差っていうのが1週間後も記憶の定着率っていうのも大きく変わってきたと。1週間後にはもうほぼほぼ小説の中身を忘れてしまっているのがゲームを遊んだグループ。一方で何もしないでウェイクフルレストをしたグループに関しては1週間後もしっかりとその小説の中身を覚えることができていたっていう、そういう結果になっているんですね。で、結論を言うと休息こそ記憶定着の鍵っていうことなんですが、新しい情報を確実に記憶させるには脳を無駄に働かせないっていうことが欠かせないわけなんですね。だから勉強とした後とか読書をした後にすぐに別のことをやってしまうと、その時点で記憶を定着する邪魔をしちゃうんですよね。だから国語の勉強しました、すぐに数学行くってなったら今読んだ国語の漢字とかそれから単語の意味とかも全部すっ飛んでってしまうわけなんですよ。それはもったいないと。で、
今我々っていうのは情報が毎日過剰に手に入る社会に身を置いてるわけなんですが、ゆっくり休ませる暇って確かにないかもしれないですよね。ただ覚えておきたいなって思うことに触れた場合、それはその今読書っていうのでやりましたけど、会社の資料のこととかプレゼンの原稿とか、そういう覚えておきたいなって思うことに触れた場合は、それをきちっと読んだ、頭の中に入れました、その後はあえて10分から15分くらい何もしない時間を作るっていうことが重要と。確かに何もしないことについて、本当に何もしないで勝手に記憶定着するのかっていうと、そこに対して不安を覚える方もいるかとは思うんですけど、学びを定着させていくため、記憶に定着させていくためには、あえて何もしないっていうことの方が効果的だっていうことが結果として出てますんで、ぜひですね、勇気を出して挑戦してみて、何もやらないことに挑戦っていうのも変なんですけど、何もやらない一日が最高の一日になるってね、熊野プーさんも言ったりしますから、ぜひそんな風に実践してみていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。